はい、皆さんご来場ありがとうございます。日枝ねねのまもなく上映開始です。番組パーソナリティの日枝ねねです。こんばんは。コメントも見えておりますよ。ありがとうございます。この番組は映画の面白さ、魅力をさらに広めるべくおすすめの作品、映画情報をナビゲートする番組です。第1部はどなたでも見られる無料パート、第2部はニコニコチャンネル会員限定のパートとなります。無料パートは YouTube でもお楽しみいただけます。ということで第5回目でございます。白い？なんだろう？服が？そんなことないでしょ。そんなことない。そう髪型今日なんかちょっと可愛い凝った髪型にしていただきました。だいぶ髪が伸びてこうちょっと遊べるようになってきました。はい、というわけで前回が初のゲストで田淵智也さんが来てくださいましたけれども、いやー濃い1時間でしたね。あれですね、アーカイブもアップされてるんで、ちょっとまだ見てない方は是非見てほしいんですけれども、本当になんかいろいろ語りたい映画を残したまま田淵さんを、ね、返してしまったのでまたねちょっと機会があったら来ていただきたいなって思っておりますけれども、そんな感じでもう4月になりまして、ね、皆さん新生活等いかがでしょうか。あんまりやっぱ声優ってそんなになんかこう新年度迎えても大きな変化はそんなになくて、まあ、意識が変わる、今何年目になったなみたいな、私9年目なんですけど9年目になったなぐらいの変化しかないんですけどね。会社勤めの方とかはいろいろ結構変わったりするでしょうし、そうね、もう4月も終わるんですよ。なんならそうもう終わるんですけど、わ事例にビクビクしてる、バタバタですね。そうですよね、やっぱ、社会人の友達、会社員やってる友達との話聞くとやっぱ大変そうですもん、みんな。ね、まあ、頑張っていきましょう今年度も。はい、そんな感じで、あとなんだろう話すこと、あ、そう、私さっきすごいめっちゃ告知を怒涛でやってしまったんですけど、通知がたくさんいっていたら申し訳ないです皆さん。でもね、ちょっとお気づきかもしれないんですけど、私本当に出演作品とかコンテンツの告知を結構一気にバーってやるタイプなんで、ちょっとねその度に皆さんの通知をねちょっと鳴らしまくってるかなって毎回思ってるんですけどね。そう反応してくださったりとかリプしてくれたりとか、こう拡散してくれてとっても嬉しいです。本当拡散してくれたりするのめちゃくちゃ嬉しいんでね、自撮りツイートが伸びるのも嬉しいんですけど自分の出演作品とかのこう告知とかをねこう広めてもらえたりしたらより嬉しいのでよろしくねはいそんな感じで今回もいろいろな映画を紹介していきたいと思います。はい、おっとそろそろ第1部開演のお時間ですね。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。スクリーンの前でくつろぎながらお楽しみください。まもなく上映開始です。はい、ということでまずは番組宛てに届いているお便りを紹介します。ふつおたなどなど読んでいきますよ。まずはちょもんさんからいただきました。ありがとうございます。日枝さんこんばんは。こんばんは。日枝さんが所属するダイアローグのファンクラブ会員限定のブログ、つい先日が日枝さん会でしたね。日枝さんのブログといえば多分ですが映画のキャッチコピーをブログのタイトルにしていますよね。最近のですと応答せよ、応答せよでしたね。ところでタイトルは毎回どのようにして決めているのですか。またいつか答え合わせをする機会はあるのでしょうか。見たことのある作品もあればまだ見たことがない作品もあるので毎回楽しみに拝読しております。これからもお体にお気をつけて。それではということでちょもんさんありがとうございます。はい、ファンクラブ限定のブログがね毎月ぐらいかな、ローテーションでメンバーとスタッフさんで書いていて、この間先週の木曜日が私の更新だったんですけど、そうなんです、私はブログのタイトルをなんかねつけるのをどうしようかなって最初なった時に、せっかく映画好きだからなんかその要素を入れようと思って、映画のそうなんかポスターとかのキャッチコピーとかになってる言葉を入れたり、あとは本当はねなんかその映画の中に出てきたセリフとか印象的なセリフとかをこうタイトルにしようと毎回やってるんですけど、特になんか意味はないです、決めてる本当にまあなんかちょっとそのブログの内容になんか通ずるかなみたいな、前回のブログとかはなんかメンバーとご飯に行ったみたいな話をしたあれだったんで、なんか「ピッチ・パーフェクト」のなんか私たち輝いてるみたいなタイトルにした気がするんですけど、たまになんかそっちを紐づけてる時もあるんですけど、今回はそのこちらあみこって作品の応答せよ応答せよだったんですけど、これ本当に別に何の関連性もなく、あ、いい、これちょうどいいかもと思ってつけた次第でございます。はいですね、ブログも読んでくださってありがとうございます。じゃあ続いて9回行って、そうなの、ごめんあんま深読みしないでほしいし、最近ちょっとでもなんか探すのがねちょっとね大変になってきて、ちょうどいいのちょっとくじけそう、もうどうしよう、普通にタイトルつけようかなこれからちょっとまだ続けますけど、はい、じゃ続いていきます。リットさんからいただきました、ありがとうございます。プリシラ見ました、プリシラか、プリシラ見ました。プリシラとエルヴィスとの間の束縛、浮き沈み、そしてプリシラの成長と自立が独特の淡い色彩の中で表現されていて、2人の激動の結婚生活を追体験したような感覚になりましたということで、リットさんありがとうございます。これはですね、前回の放送の時に紹介したプリシラ・コッポラ監督のやつですね、私まだ見に行けてないんです。そう今ちょうど映画館でやっていて、結構フィルマークスのおすすめのトレンドのところとかにも結構上の方にいるんで、割と注目されているんですかね。すごいやっぱ私も予告をねその前回の放送の時に見て、なんかそのコッポラ監督のそう色彩の感じ私もすっごく好きで、淡い感じがなんかそれだけでもなんか絵だけでもすっごい興味を惹かれていて。ね、見に行かなきゃって思ってまだ見に行けてないです。なんか他にも見に行かれた方いらっしゃいましたよね、ありがとうございます、ね、この番組がきっかけでね見に行ってくださるっていうのもすごく嬉しいですから、はい、そうロストイントランスレーションも私まだ見てないんですよ、見たい。続いてかなすけさんです。かなすけさんありがとうございます。ねねさんこんばんは、こんばんは。この番組が始まって私の中でルーチンワークができました。私は普段複数回同じ映画を見ることは少ないのですが、ねねさんに好きな映画をおすすめしたい、そのために内容を思い出そうとちらっとサブスクで再生するのですが、結局最後まで見てしまうようになりました。でもいい映画って何回見ても同じシーンで泣けたり、いろんな発見が増えて面白いですね。ねねさんがこれまでで見た回数が一番多い映画は何ですかとのことで、かなすけさんありがとうございます。なんかそんなありがとうございます。そんなルーチンワーク増やしてしまったんですね私が。でもね結果的に金介さんにとっていいことになってるなら良かったんですけど、そうなんです、私も結構でも好きな映画とかは何回か見ちゃう、定期的に見たくなっちゃうタイプなんで全然あるんですけど、でもやっぱ子どもの時にもう結構映画を見てた幼少期で、しかもやっぱ子どもの時って同じやつ何回も見るじゃないですか。だから人生、私のこの20何年の人生の中でトータルで一番多いってなるとやっぱ「ハリー・ポッター」になるかなって思います。ハリー・ポッターシリーズとか、あとなんだろう、スパイ・キッズシリーズもめっちゃ好きだったんでスパイ・キッズも超見てたし、あと「スクービー・ドゥ」っていう海外のもともとアニメ作品があって、それの実写作品が2つぐらいあるんですけど、それも私すっごい好きでそれもめっちゃ見てたなあ。でも確かにジブリとかもね、ジブリもそうかも、「千と千尋の神隠し」とかはめっちゃ見てたな。スパイキッズはめちゃくちゃ好きでした。私弟がいるんでスパイキッズも姉と弟の話でなんかこうちょっとなんかあの関係性とかもなんかこう私たちに近い感じをなんかね感じていて、弟とよく本当に見てましたね。トトロもね、そうですね。だから結局やっぱ幼少期に見てたやつがトータルだと一番多いのかなってなっちゃいますね。最近のだと大人になってから見たやつだと「まあ、その街の上で」とか「邦画かな、花束みたいな恋をした」とかも結構見てるんで、まあ、そこら辺なのかなって感じです。はい、そうアントニオ・バンデラス、かっこいいお父さんです。はい、そんなところでしょうか。たくさんのお便りありがとうございました。ふつおたのコーナーには番組への感想や私の活動に関する感想メールなどをお送りください。皆さんのお便りお待ちしております。続いてのコーナーはこちら、ねねのおすすめを君に捧ぐ。はい、このコーナーでは私が季節、キーワードに合わせたおすすめの映画を紹介します。今回のテーマはこちら、春に見たい映画ということで、こちらね前々回かな、前々回の時にこうテーマとして出したんですけれどもね、もう4月ですからぴったりでございます。そんなね春に見たい映画、私のおすすめ早速紹介していきたいと思います。ちょっとねみんなはあーってなるかもしれないんですけど、語らせてください。今回私が紹介した映画は14歳のしおりです。はい、こちらも本当に私もう各所 SNS とかでもめちゃくちゃ紹介してるし、なんならその前回の田淵さんゲスト会で田淵さんもすっごい好きだから本当はちょっと2人で語りたかったんですけど、ちょっと時間がなくて、今回なので今回ちょっと1人でも話したくてちょっと選んだんですけれども、まあ、改めてあらすじというか内容を説明すると、まあ、監督が竹林亮監督で、作品のジャンル的にはドキュメンタリーなんですね。なんでその実在する人物たちにカメラを回してるんですけれども、その14歳のしおりの主人公になるのがとある中学2年生の2年6組の35人が主人公になっております。でその2年6組に、3ヶ月かな密着したドキュメンタリー映像でして、まあそのなんだろう、ノンフィクションなんで何か大きい事件が起きたり、なんだろう、劇的な展開があるわけではないんですけれども、なぜ私がこの作品を好きかというと、この作品のなんかそのキャッチコピーみたいにもなっている「心のタイムマシーンに乗るかのような経験」っていうのがまさに本当にこの作品にぴったりで、なんだろう、この作品を見ると中学時代の自分だったり自分の周りの、クラスメートに思いを馳せたくなるというか、なんか本当見る人によっていろいろ感覚は違うと思うんですけども、まあ、誰しもやっぱ中学時代があったわけじゃないですか。でこの2年6組の35人って本当に普通の中学生たちなんですね。もうなんかすごいこう分かりやすくクラスでおちゃらけてお調子者の男の子がいたりとか、あとスポーツが得意な男の子がいたりとか、すごくおとなしい、なんか教室ではおとなしいけど学校から帰ってこう親と話す時はおしゃべりになる女の子だったりとか、あとやっぱまあ中学2年生なんでこう誰々が好きだとか誰々に告白するみたいな話とかもちょっとあったりするんですよ。でなんかそのバレンタインの時期もその撮影期間に入ってたんで、なんかこう男子に私に行きなよみたいなくだりとかもあって、なんか本当にこうどこにでもいそうな中学生たちが主人公なんですけど、なんかこう知らない子たちなんですけど、何かこうどこか知ってるような感覚になるというか、私の中にも例えばじゃあそのおとなしい子、学校ではおとなしいけど家ではいっぱいしゃべるみたいな子のなんかそのちょっと通ずるところがあるなとか、なんかこう自分の中学時代こういうところあったなとか、あとこういう子がいたよなみたいな、私その時は話さなかったけどその時話さなかったクラスのあの子って本当はじゃあ実はこういう子だったんじゃないかとか、こういうことを考えてたんじゃないかみたいなことをすごい見終わった後いろいろなんか考えを巡らせたりとかで、結構その中学生のみんなにこうなんか将来どうなりたいですかとかなりたいものなんですかみたいな聞くんですけど、なんかそれに対する回答とか考え方が14歳って結構大人なんだなって思わせられる、なんかこうあるんですよ。とある男の子がなんかそのなりたいものがあって、でももうこの僕の年だと遅いみたいな言ってて、なんか14歳って今の私からしたらすごいなんか可能性無限大の年齢なんだけどなって思うんですけど、でももうやっぱりその14歳は14歳なりになんかその自分のやりたいこととか思い描いていることのなんかリミットとかも考えてたりとか、意外となんかいろいろ考えてた時期だったのかもみたいなすごい思って、で中学2年生って私ってそれこそ声優っていう仕事を目指し始めた頃だったんで、多分本当にもう忘れちゃったかもしれないけど、なんかこの2年6組の子たちが考えてたようなことを私も考えてたかもしれないし、あとなんかその親御さんも出てくるんですよ、その子供たちの。でなんか親御さんたちとのやり取りとかも出てくるんですけど、結構この映画自分がこう親になって子供を持つ親になった時に見たらまた全然感じ方が違うかもっていうことも考えていて、でなんかそうなった時にまた見たいなって思うし、なんかそのなんだろう、すごいちょっとまとまらなくなってきたんですけど。あと私がこれをねなぜ勧めたいか、めっちゃ勧めたいか、映画館で見てほしいっていうかっていうと、これそのドキュメンタリーで実在する子どもたちなんで、今も普通に学生生活を送ってる一般人の子たちなんですよ。だから著作権的なあれで配信だったりとか円盤化することが今後一切ないので、映画館で見るしか手立てがないんです、この作品は。でこの作品が毎年この3月4月の時期に絶対リバイバル上映をしているんです。今年が4年目3年目かな4年目とかかな、公開されて4年目か、毎年やってて、なんで私は毎年見に行ってるんですけど、本当にこの時期にしか映画館で見られない作品なんで、ぜひもうちょっと映画館に行ってほしくて。さっき調べたんですけどまだ都内でやってるところちょっとあったんで、まだ見てない方はぜひ見てほしいし、もしかしたら刺さらない人もいるかもしれないとは思うんですけど、ぜひなんか一度見てみて、なんかどういう風に感じるのかをちょっとね体験してほしいなってすごい思います。主題歌がクリープハイプさんのしおりなんですけど、もうほんとそのしおりが流れるタイミングがもうやばすぎるんで、私は絶対そのタイミングで毎回もう涙が止まらないんで、もう本当に演出も素晴らしいんですよ。だからもう絶対ちょっと映画館で本当にね味わってほしいなって思っております。ごめんなさい、ちょっとはい、そんな感じですか。ちょっと切りいいところですと、今大学生だと思います、みんな本当にね。なんかすごいいろんな気持ちになります。ちょっと懐かしい気持ちにもなるし、胸がこうギュッと締め付けられるような気持ちにもなるし、すごく本当になんか結構言語化するのがこの作品難しいというか、感想が見終わった後難しいから、なんか結構そういういい映画とかすごかった映画って結構言語化が難しい作品多いなって私は思ってて、そうでもできなくてもいいみたいな話田淵さんともしたし前回。だからぜひなんかねちょっとこれを見てなんかいろんなものを感じ取ってもらえたらね、心のタイムマシーンにぜひ乗っていただきたいなって思います。はい、終了です。はい、じゃあ続いてそのままねこちらのコーナーに行きたいと思います。君のおすすめをねねに捧ぐ。はいというわけで、ふうちょっといっぱい喋った。ちょお水飲みますね。そう私本当毎年3年目ですけど、今年見るたびに結構感じることとかも新しい発見もあったりするので、全然繰り返し見ることもおすすめします。はいというわけでこちらのコーナーはですね、皆さんから届いた春に見たい映画を紹介していきたいと思います。結構たくさんいろんなの来ましたんで頑張って読めますよ。まずこちら、スノーさんです。ありがとうございます。僕が春に見たい映画はマイインターンです。新しい環境に変わることが多い季節、自分に一本の強い芯を持ちつつ、どんなことにも柔軟に対応できる柔らかさを持つおじいちゃんに憧れます。学生の頃に初めて見て以来、外出する時はハンカチを持つようになったのをよく覚えています。とのことです。スノーさんありがとうございます。確かにマイインターンはなんかそういうね、心機一転じゃないけどっていうタイミングにすごいぴったりかもしれないです。私もいつだろうな、でも結構前に見てね、なんだっけ、役者さんの名前をど忘れしちゃった。アン・ハサウェイとそのおじいちゃん。有名なねあれですよ、出てきますか、あ、そう、ロバート・デ・ニーロ。デ・ニーロがね、そう、デ・ニーロがすごく素敵なんですよね。本当にロバート・デ・ニーロって本当になんかいろんな作品で見るたびにやっぱりなんかこの映画界に欠かせない名優だなって思いますね。そうベンね、そうおじいちゃんの名前ベンって言うんですけど、確かにこの作品は割と万人におすすめできる素敵な映画だなって私も思っております。何か有識者がさすがです。みんなありがとうございますね。はい、じゃあ続いてねんさんかな、これ NEN でねんさんです。ありがとうございます。ねんさんこんばんは。こんばんは。今月のテーマ春に見たい映画ですが、私がおすすめしたいのは2016年上映の4月は君の嘘です。複雑な事情からピアノが弾けなくなってしまった天才ピアニスト有馬滉生なのかな、読み方有馬滉生と自由奔放なバイオリニスト宮園香織のお話。出会いと別れを連想させる4月はの名の通り、桜の木々が美しく咲き誇っているシーンはもちろんですが、ピアノとバイオリンの演奏シーンも多く、劇中の楽曲は今でもよく聴いています。爽やかで切ない恋愛キュンキュン模様や華やかな演奏セッションシーンなど、4月が来るたびに思い出してしまう、そんな作品です。皆さんもぜひ、ね、アニメ版もありますねということで、そうですね、アニメ版もあるし、私見たことないんです実は。グースハウス光るならかな、君だよ君なんだよかな、だよね多分。あ、アニメ版がいいって方もいらっしゃる。そう、私全然なんだろう、まあ、アニメもだし、そのいわゆるこういうその原作ベースの邦画をあんまりそう見る習慣がなくって、存在は知ってるんですけど見たことなくて、結構恋愛キュンキュン模様があるんですね。なんか割とその私音楽にフォーカスを当ててるのかと思ったんですけど、そうなんですか。あ、どっちも楽しめるってことで、結構アニメ版めっちゃ泣いたって方もいらっしゃる。でも確かにね、その桜の木々が美しく咲き誇ってるシーンっていうのはもう4月っていうか、もうタイトルに4月って入ってるから、これは確かに4月におすすめにぴったりだと思います。ありがとうございます。もう1枚いきます。はい、ロゼリスさんからです。ありがとうございます。ねねさん、番組スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。毎回楽しい配信をありがとうございます。今回のおすねね過去勝手に略してみました。しっくりこないようだったらすみません。おすねねか、あんまりしっくりこないかもしれないは、春に見たい映画ということで、ジブリ作品の魔女の宅急便をおすすめします。お、ほとんどの方が一度は見たことがある気はするぐらいにメジャーなタイトルではありますが、主人公のキキはもちろん、登場するキャラクターや場面の中で元気をもらったり考えさせられたりする気持ちは、何十回見ても変わらず、見終わった後のすがすがしい気持ちをまた感じたくなってしまい、個人的に帰ってきてしまうふるさとのような映画になっています。なぜ春に見たいのかというと、春先は新しい生活、過去学校、就職などをスタートさせたり、新しいことを始めたりする機会が多い季節で、いろいろな困難ややるせない気持ちになりがちであり、どこかで癒しを求めてしまうことが多い中で、この作品を見ることでまた明日から頑張ろうという気持ちにさせてもらえているからです。落ち込んだりもしたけれど、私は元気ですという作品のキャッチコピーも大好きです。とのことです。ロゼリスさんありがとうございます。そう、この間やってたよね、地上波でやってて、ちょっと途中見たな。私魔女宅実はそんなにね覚えてなくて、子供の時に一回見たんですけど、あんまりね内容を詳細に覚えてなくて、そうこの間ちょっとやってた時に見て、ああこんなシーンあったわねってなったんですけど、キャリア教育の魔女宅なるほど。そうなの、なんかねジブリの中でもあんまりこうちょっと記憶がね鮮やかではないやつなんですけども、スタッフの皆さんはやっぱり もちろん魔女宅はって感じですか？20回は見てるらしい。20回はすごいな。はあね。でもなんかジジがなんかそう久しぶりに見たらジジがめっちゃ可愛かった。この間見て、猫好きなんですけどジジが超可愛いし、キキのねあの声優の高山みなみさんはうちのも大先輩なんですけど、最初それこそだから昔子供の時見た時は普通にこうねこうキキとして聞いてたんですけど、後々そのやっぱ声優に詳しくなってからコナン君と一緒だってなんか知った時もびっくりしちゃって、だしなんか今見てもやっぱり全然なんかコナン君に思えないってぐらいなんかねキャラクターが違くって、なんか声優のなんか凄さみたいなのを勝手に感じた作品でもあるんですけどジジキキねね確かに似てますね。確かにね、そうジブリは好きならいっぱい見るね。確かにこれはね、落ち込んだりもしたけれど私は元気ですってキャッチコピーはすごいなんか背中を押される感じがします。ありがとうございます。はい、ということで一旦ねここら辺にしておきまして、そうまだまだお便りたくさんあるのでね、続きは会員限定の第2部の方で紹介したいと思います。お楽しみに。はーい、そんな感じでもうもう8時半なんですね。お送りしてきました稗田ねねのまもなく上映開始です。第1部お別れのお時間です。ここでチェキタイム。これから私が映画のワンシーンやポスタービジュアルっぽいポーズをとってチェキの撮影をします。そちらのチェキにサインを入れて会員の方に抽選でプレゼントということで、会員の方はこの後の第2部や番組オフショットなどを見られるほか、映画の先行試写参加券や映画グッズを抽選でプレゼントするので会員になっていただけると嬉しいです。それではじゃあチェキタイムに行きたいと思います。今日はですね、今日はポーズ決めてきたので、はい、毎度恒例のこのシュールな時間でございます。最近実は私ちょっととある理由があって「スター・ウォーズ」を1から、まあ、4から最初からちょっと今見てるんで「スター・ウォーズ」にしようかな。よし。そう時系列順じゃなくて公開順で見てますね。どうしよう、こうとか。じゃあもう一枚ぐらい取っときますか。じゃあ。ダースネネだ。ありがとうございます。ちょっとねチェキはね出来上がるのに時間がかかるんで少々お待ちをって感じなんですけれども、まあちょっと仕上がりを待つ間にはちょっとね私からお知らせをしようかなって思うんですけれども、結構いろいろあってどうしよう。まず今週シングルが出る「ダイアログ」の、11枚目かな、ユートピア学外論が出ますので、もうねちょっと先行配信もされてますけれども、カップリングとかもそこで初めて聴けると思うんでちょっと楽しみに待っていてください。でダイアログは5月からツアーがあります。名古屋と兵庫と東京、5月12日かな、12日名古屋、6月9日兵庫、6月23東京でやるので。ちょっとねまだそのチケットを買うのを渋ってますとか、なんかライブ行くのどうしようかなみたいな方はもう今ここでもうちょっと決意を固めてツアーに来てください。本当に頑張ってリハしているのでぜひ来てください。あとは今期はですねアニメ結構いろいろちょこちょこ出させていただいていて、その度に告知しているんですけれども、ね、そうさっきも告知したんですけど、なんだ月道とあとレベル2チートとあとリモンスターはちょっと私のキャラはこれから出てくるんですけど、リモンスターと、魔王学院の不適合者といろいろあるので、ちょっとぜひ追ってくださると嬉しいでございます。まあちょっといろいろ他の告知情報などは私の公式じゃねえ、私の X を見たりしてくれたら嬉しいです。はい、そして番組からもお知らせがございます。今回番組からムビチケの購入に利用できるデジタルギフト映画ギフト1000円分を抽選で5名様にプレゼントです。すごい、5名って結構多いですね。コードタイプのものになりますので、もうすぐ使えるらしい。すぐ使える。詳細は後日番組ページで公開予定のお知らせをチェックです。これはそうか、1000円分だったらね、映画の足しにめちゃくちゃいいですから、もうこんな何本あってもいいですから、ぜひ本当に何本あってもいい、ぜひぜひ応募してみてください。そして次回の放送なんですけれども、ちょっとまだ未定です。では必ずあるので、ちょっといつかはまだ決まってないんですけれども、次回の放送日時決まり次第公式 X などでお知らせすると思うので、ぜひそちらの方をちょっとチェックしていただけていると嬉しいでございます。というわけでどうでしょうか、チェッキー。あ、そう、まだ出てないのもある。あ、でもなんかなんとなくちょっとあれ、なんかこいつ出てくる気配なくないですか？なんかもうこいつもうダメかもしれない。闇落ち、白いけど闇落ちしたかもはい、ちょっとこいつもね、もうちょっとこんな感じで、はい、取れておりますよ。このね、どれかに私がねサインを、入れますのでね、ちょっと楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、この後はチャンネル会員限定の第2部です。第2部では私がフリーテーマで最近の映画活動を報告するほか、映画のワンシーンを実演したりします。それでは第1部はここまでです。一旦バイバイ。